夏も終わり、芸術の秋、皆さんはアートに触れていますか？今回は人気 TikToker で超ハイテンションモデルのあの人と話題のアートを学びます。ガチの天才、ガチモンの天才だ。すごいよね。センスだけってことですか？自分の、全然知らなかったです。さらに TikTok で話題のロイくんが大暴走。世界的な取り組みの SDGs、内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はリクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せに、リクシル。皆さん、今日はスタジオにアート作品用意しております。ご覧ください。アート、かわいい。ロイ君のテンション、すごいかわいい。アートを見るテンションじゃないのよ。アート作品見るテンションじゃない。内田君とかアートとかどうですか？いや、美術館とかはね、ちょっと行ったことないんですけど、おしゃれだなみたいなのは一応わかるぐらいです。どうしたロイ君、どうした？あれとかさ、なんか角度によってなすなかにしの顔に見えるみたいな。角度によってこっちから見えるみたいな。落ち着きなさい。違うかな。ドイツのセンターバックぐらいあるのね。ちょっと今回いつもと違う登場になりましたけれども、始まりました内田篤人の SDGs スクールでございます。担任のなすなかにし、なすでございます。そして生徒が内田篤人くん、秋田さらちゃん、中西くんでございます。そして本日のゲスト、なんと TikTok フォロワー数85万人超え。これすごいですよ。 TikTok の総動画再生回数3億超えでございます。3億超え、はい、人気モデルのロイくんでございます。すごい挨拶です。ありがとう。箱一の強烈なね、ゲストすごいんです、はい、もう大人気でございますから。すごい、すごい ね、うん、さあ長井さんはいかがですか？と、まあ、僕まだ作品見てないです。ずっとロイ君見てたんで。見ときなさいよ。ロイ君気になるけど。ロイ君見るやろ。さあでは早速クイズでございます。こちらにある作品、フランス語でアールブリュットと呼ばれております。アールブリュット、はい、アールブリュットのアーティストには〇〇をしていないという共通点がございます。何をしていないのでしょうか？この作品全部にその共通点があるってこと？皆さんその違う方がの作品だったりもするんですけど、うん、その方々の共通点で〇〇をしていない、うん、はい、はい、中西さん。本気でやろうとしていない。してます。肩の力を抜いてるんですけど、本気は本気です。なんかブリュレってさ、なんかチーズブリュレとか好きなんですよ、うん、だから、うんうん、炙りを入れていないみたいな。炙りを入れていない。火を使っていない。そう、火を使っていない。いや、ではないんですけどね。あ、違う。一回つまみ出しましょう。いや、ロー君にはずっといて、ずっといてもらいます、はい、さあ内田君、バシッと決めていただきましょう。原色を使わないっていうか、何色か決められた色でしかやっちゃいけない。なるほど、アートにありそうな決められたところしかやっちゃいけない、うん、ところがそういうわけでは今回はないんです。正解はなんと、はい、専門的な美術教育を受けていないでございまして、ガチの天才、ガチモンの天才だ。すごいよね。そうなんです、内田くんも驚きのアールブリュットはフランス語で木の芸術という意味で、伝統や流行、教育などに左右されず、自身の衝動に赴くままに作品を描いており、障害のある作家さんも少なくないそうです。そんなアールブリュットは世界各国で個展が開かれるなど、今注目のアートなんです。ということで今回のテーマはこちらでございます。アールブリュットを学ぼうでございます。楽しさ、ね、楽しいよね、絶対ね、学んでいきましょう。では詳しく教えてくれるゲスト講師をお呼びいたします、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。さあ、障害のある作家のアートを軸にさまざまな事業を展開する株式会社ヘラルボニーの松田孝也先生でございます。よろしくお願いします。松田氏。
嬉しいです。ありがとうございます。もう懐にもうあの枠にとらわれてないですなるほどね、さすがでございます。松田先生、このアール・ブリュットを描くこの全国を主に知的障害のある、はいはい、作家のアート作品をさまざまなもの、こと、場所に展開する事業をされてると、はい、いうことですね。はい、ということで、このアール・ブリュット作品を軸としたヘラル・ボニーの取り組みは SDGs の17項目何番に当てはまるでしょう。当てたいね、はい、3番とかさ、4番、はい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 、全ての人健康と福祉をとかね、確かにありそう。あ、サラちゃん手を上がりました。10番の人役人の不平等なくそう。あー、なるほど、なるほどね、いいですね。さあ、こちら松田先生、何番に当てはまるんでしょうか。正解はですね、8番、働きがいも経済成長もになります。ということで、なるほど、はい、やっぱ障害のある人たちに働きがいのある、そしてちゃんと賃金もバックしていこうなんて、そういう動きも8番に含まれるというところから8番という形になってました。松田先生は福祉施設や障害のある人が作ったものは安いというイメージを変えていきたいという思いで活動していて、障害のある作家とアートのライセンス契約を結ぶことで作家が持続的な収益を得られることを目指しているそうです。2008年から2009年にスイスで開催されたアール・ブリュットの世界的コレクションがあってですね、そこでアール・ブリュット・ジャポネっていうのが行われて、それで世界中の人に日本のアール・ブリュットすごいねっていうところで世界中で注目されるようになったというきっかけになってました。さあ、ではそのアール・ブリュットをですね、より身近に感じていただくためにですね、アート作品を商品化したものをご用意しました。すごいね。はい、こちらでございます。これファッサーってなってんの何？かわいい。どうぞ皆さん手に取ってみて。いいんですか？はい、ぜひぜひ。いや、これはでもデザインがいいから、うん、普通に持ちたくなるよな。かわいいもん。え、マスクまであるの？こういう感じ？こういう感じ？こういう感じ？すごいわ。いや、すごいすごい。これやっぱりそれぞれやっぱアートの特徴あるんですか？本当にいろんな作品がありまして、実はこれはクレヨンで描かれている葉っぱっていう作品で、そうなんです。この葉っぱが実際スカーフになっているんです。なのでクレヨンのかすれ具合とか、なんかそういうようなものが実際製品になってたりとかですね。いや、これをさ、葉っぱって、うん、僕じゃね、考えつかないところをこうやって、うんうん、やっぱ枠にとらわれないというかね、そういうところなんでしょうね。こういったアートを身にまとって楽しむアイテムだけではなくて、このヘラルボニーさんではですね、アール・ブリュットを街でも展開されてるということでございます、はい、ご覧ください。成田空港の第3ターミナルの工事があって、そこの常設の空間装飾をですねやらせていただいて、全国の作家さんの作品がわーっと成田空港を彩っていたりとか、あと駅とかのデザインとして採用いただいてたり、電車にデザインとして使っていただいたりとか、なんかこう、はい、明るくなりますよね、街が。そうなんです。知的障害とかっていうとなんか重い話のスタートみたいになっちゃうんですけど、なんかそういうことじゃなくって、純粋に街で見て、あ、綺麗だな、かっこいいなって思ってから、よくよく調べて、あ、だからすごいんだみたいに、なんかパラダイムシフトが起きたらいいなっていうのは思っています。パラダイムシフト。なんかドラえもんか。確かに出したみたいな言い方しましたね。続いてはアール・ブリュットがどのように展開すればより人々に届けられるのか、みんなで考えてみました。先生への提案という形でもいいんですね。プレゼンというかね、これだから先生こんなのどうでしょうみたいな。ぜひお願いいたします。ね、いや、めちゃくちゃありがたいです、こんな機会いただけるの、はい、ぜひお願いします。なのでぜひ皆さんフリップにですね、はい、アイデアを書いていた、いや、カタカナ散々使ってたやろフリップは。ちょっと引っかかっちゃったよ。なんで気になって気になって。ちなみに松田さん、そのアート・ブリュットの特徴ってあるんですか？はい、皆さんの後ろの作品もそうだと思うんですけれども、うん、柄が多い。柄ね。柄が多い。なるほど。作品としては人物画とかよりも柄っていうところが非常に傾向としては多いという、柄になるのがいい、はい、ものがあります。まずは内田くんからアイデア発表。じゃん。出た。おお。これはいいですね。これもサッカーボールがあるということは。サッカーのユニフォーム。どうでしょう。素晴らしい。これ。
松田さん良くないですかマジで。いや、うん、最高にいいです。ですよね。ぜひ本当にお願いしたい。だから結構前のめりになってしまって1シーズン通してっていうのはまあ多分いろいろもう決まっちゃってるんで契約無理なんですけど、はい、各スポンサーが持ってる1試合だけの日があるんですよ。その時に特別にちょっとこういうのがあって。これマジで良くないですか。そうなんです。ちゃんと考えてる。マジでいいんです。めちゃくちゃいい、ね、すごい。ダメだとしたら画力だけ。えめちゃめちゃいいやん。いやこれめっちゃいい。俺もちょっと似てんねん内田君と、あの覆面レスラーのマスク。うまっ。そうレスラーの、そうプリントマスク。あーいい。うん、でもそういう松田先生スポーツとの共存ってすごいですよ。いやすごい可能性本当にあると思いますね。本当にさらちゃん行こうか。はい。おこれは私は一番身近にある教科書の表紙とか中に書いてあったり。なるほど、ね、あとクレジットカードとか。おあとはあの紙袋。めちゃくちゃいい観点や。サラちゃんの口からクレジットカード出てくる時代ですか。確かな成長を感じる。成長を感じます。これも松田さんいかがでしょう。ノートとか本当にやりたくって、なんか当たり前の教育現場に溢れているデザインとして採用されたら最高です。クレジットカードは実は半年ほど前にローンチしまして、はい、あのデザインがで本当に使えば使うほど作家さんにお金が落ちていく社会を前進させるクレジットカードっていうのね。なので本当にまさに始まったばっかりだったので。さらちゃんよちよち案件何だそれ。しばきましょう。はい、しばきましょう。よかった。大丈夫ですか。アクリル2枚あってよかった。せちゃん、あ、逆です、うん、これです、さっきのそちらのやつにしたんですけど、うん、これ車にしてロイ車の免許取ったんですけど、ロイあの古い車、中古の車買って、うん、あのナビがすごい使いづらいんですよ、うん、これだったらあの9番に押したら表参道に行ってくれるので、あの事務所に行ってくれるんですよ。そう、それで10番を押したら友達のギャルの家に行ってくれるんですよ。行ったりするんだ。そう、だからすごい。オッケーオッケー、あとで個人的に聞くわ。さあ、松田さん、いろんなアイデアありました、はい、どれがいいなというアイデアでしょう。うるさ、ポーズうるさ。ポーズで選ばれようとしてる。もう本当ビジネスライクに内田さんの。もう本当に素晴らしい。もう本当にお願いいたします、ね、そうなんですよ、はい、では内田君授業のまとめお願いいたします、はい、まあ僕もそうですけど全然今まで分かっていなかった部分っていうのがねありましたんで、これをもっとこういろんな人の目につくようにで気づいてもらえるように、もう僕らがこうねまず発信してもらっていっぱい働いてもらって、はい、皆さんの目に届くといいなと思っております。次回の SDGs スクールは今世界が注目するアールブリュットを学ぶ後編。おおおおお、すごい。やればやるほど分かんなくなるんだけど。未来言語を学んでいきます。ロイ内田くんとロイくんの掛け合いも必見。ロイくん宇宙人とコミュニケーション取れちゃうよ。取れたい。ロイくんはまず人間とコミュニケーション取れるようならない。次回の SDGs スクールもお楽しみに。それでは皆さん YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。